ということで、どうも皆さんこんにちは、ヨッシーランランチャンネルです。ということで、妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。こうやって定期的にダウンロードがあるみたいですね。ひとひと。どう？新しいお知らせがたくさんありますね。郵便をすべて受け取っておきましょう。よろしくお願いします。前回はステージ9まで行きました。まずはノガッパさん、プリチー族の妖怪って大体可愛いですよね。途中でラインが来てしまいました。褒められちゃいました。寝起きなので指がまだ寝ていますね。思うようにつなげることができません。しまるさん、友達になりましょう。
今回はコスまで行っちゃいましょう。セミマルさん、この妖怪も確かプリチー族でしたよね。クリアすることができました。お見事、褒められちゃいました。友達になろうみん。無駄遣いさんは少し厄介そうですね。やっぱり少し厄介ですね。お見事、褒められちゃいました。そうなんですかね。気に入られたよ。
なるほど、お買い物ですね。梅おにぎりを2個ぐらい買ってみましょう。ラーメンは美味しいですよね。3個ぐらい買ってみましょう。カラカサお化けは古典妖怪ですね。カラカサお化けが2匹もいますよ。クリアすることができました。褒められちゃいました。ボス妖怪が近づいてきましたね。わかめくんですね。よーい、スタートでミス。なのだ。なのだ。
クリアすることができました。お見事。褒められちゃいました。ついにボス妖怪ですね。最初のボスは三つ股の槌みたいですね。なんか気持ち悪いですね。それでは戦っていきましょう。BGM がいつもとは違いますね。せっかくなので攻略ヒントも見てみましょう。なるほど、目が弱点なのはどのゲームでも変わらないですね。パズルと同時に三つ股の槌の目も気にしないといけないので難しいですね。せっかくの機会なのでコンティニューしてみましょう。確実にいっちゃう。
ができました。お見事。褒められちゃいました。いろいろと解放されましたね。ということで、今回は妖怪ウォッチプニプニで初めてとなるボス妖怪の三つ股のづちをなんとか倒すことができました。やっぱり強かったですね。次回は大森山や妖怪ガシャをやっていきましょう。そして今回まで桜住宅街をプレイしてみて思ったのは、どの指でプニをつなげたらいいのかよくわからないということです。皆さんは何指でプニをつなげていますか？ぜひ教えてください。また、他にもアドバイスがあれば、どんどんちゃんちゃん教えてください。それでは、また次回お会いしましょう。またねー。